開幕 BGM 不穏すぎない？というわけでですね、マメリアジオから進めていきたいと思いまーす。すんげーなんか BGM 不穏だけど。もっとなんか、マメリアジオの BGM もね、もっとね、穏やかになってくるんですけどね。というわけで、まあ、前回からちょっとレベル上げもしましたんで、まあ、この調子で、先に進んでいきたいと思います。あー、これこれ勝手に入っちゃいかん。街が襲撃され、次はこの城が襲われるかもしれんのだぞ。まだ城は恐れてないのかなみたいになってるね。豆バーから誰も中に入れるなと、きつーく言われているのだ。入るのは身分と目的を言いたまえ。ここでね、あれあれは出さないの早く。何お前があの有名なマリオだと何お前はあの有名なルイージだとルイージって誰だなんでだよなんで認知されてないんだよ知らん。いやいや、ルイージ死んで、ルイージはダメなのか。お前がキノコクリ夢のマリオだというなら、その証拠を見せてみ。ん？このジャンプは。なるほど、そうか。こいつはマリオなのか？微妙。なんで微妙なんだよ。まあいい、それより、有名なルーなんとかが、ルーなんとかになっちゃったじゃん。ルー大島みたいになっちゃったじゃん。この人に何の用だ？うん、二人ですげえ話してるけど、うん、おお、そうかそうか、分かったか、全然GBA そのもの、 GBA と一緒ですよ。まあまあ良い、いずれにしても中に入ることはでき、さっさと帰りたまえ。ルイージがこれね、帽子の中から出すんかい。帽子の中から持ってたの。マミコ王子のバラじゃないか。お前たち王子の知り合いか。うんうん、 どうやら中にいた方が良さそうだ。うん、よし、そのバラっぷり、お前とコケっぷりに免じ。コケっぷりに免じてもしゃあないけどな。いいコケっぷりだった。芸人になれるよ。さあ、中に入るとですね。うわー。さあ、豆バーっていう人が名前出てたんですけど、ここには行け。いや、怖っ怖っ扉怖っ、何この扉、ちょっと。何この扉、怖いんだけど。もう見た目が怖いわ。行き止まりだったんで、やっぱり話しかけないとダメなんですけど、怖いってこの扉。あー、話しかけるかー。これマリオ殿、ルイージ殿。来ましたねー。私はこの城の豆バーというものじゃがんの。門番から聞きましたぞえ。お主ら本当にあの、マリオとルイージか。すげえくるくる回んじゃん。ふーむ、確かにそのジャンプは。マリオとルイージに見えなくもない。なんじゃ？何を言っておるんじゃ？もっと大きな声出しておくれ。うるさいわい！もっと小さな声で喋るのか！で、な、どっちやねん。見ての通りは町屋の状態。そしてこの城は今、ただいま限界態勢ちゃって。そんな時に大品みたいな怪しい二人が上手に持ってるほかぞえ。わしは女王様に長く仕えてきた豆バーとして、城の安全を守ればならんのじゃ。うち。あれあれあれ笑わなかったっけ。よく聞きなされ。ロープ。お主らが本当のマリオブラジアーズなら、ブラジアーズになっちゃった。この城の水道管を直してみせるのじゃ。見事直したら女王様にお会いさせますぞえ。さあ、本物のマリオブラジアーズの働きを見せてみるね。あれ笑わなかったっけ。あいつだって確かさ、あれ GBM のあいつ笑った気がするんだけどな。気のせいかだったかな。でですね、あ、ここです。本来、このハートブロック今まであったじゃないですか。ここです。GBM にはここぐらいしかないです。まあ、追防止ですよね。敵が普通多いんで、で、戻れない状態、ショップにも行けない状態なんで、罪防止として置いてあったんですよね、これ。それが今ではあんなところ、いろんなところに配られて、まったく。最高！どんぐらい強いんだ？レベルはちょっと上げてきたけど、外で。ジャンプで、ハエヘイ。ハエヘイなんだ。ハエマルじゃなくなったんだ。いくよ！ 1、2、よし、オッケー！倒せんだね。来るね。1、2、おい、オッケー！おっと！あ、経験値多いね。あれ見慣れた敵いんな。
これどうやって直すんだっけ。あ、ハンマーでいいんだ。ハンマーで叩けばいいのか。線を叩きつけて穴を塞ぐこと。そんなんでいいの？ザルすぎない？あ、ほんとだ。線が浮いてるから埋めるってことか。ザルすぎない？それはザルすぎないか。で、ちょっと気になるんですよ、こいつ。すげえ気になるやついるんで。いますよね。どう見てもクッパ軍団が。おい！どう見てもクッパ軍団だろ、お前は。トゲゾウ。ほんとにトゲゾウだね。いくよ！ 1、2、のっぴき、はいぞ！もうね、ちょっと雑魚戦で鳴らしといたからね、ある程度できるよ。はい、いくよ！ 1、のっぴき、あーせーろ！あーぞ！ナイスー！男女の敵は経験値多いな。はいっと！危ねえ！入り口にいるのは卑怯じゃないかい、少し。大丈夫だ。そこそこレベル上げてきたのが生きてる。スーパーシロップだぜ、エアドロじゃん。いやでも、ワンターンでいけるのは、でかいねー。気持ちよくね、雑戦処理できるのが一番いい。あぶね。こうやって叩くと落ちてくる場合もあるのか。不意打ちに近い何かだな。これなんだ？どうやってやればいいんだ？あ、これ何？ハンドルみたいなのがあるけど。あの看板見るが、ちょ、くそいや、3体になっちまった。結構めんどくさい3体だな。数減らして、トゲゾウがどういう攻撃してるからまだ見てないね。1、2の、ピン、せーの、はい、ラッキーヒット。来るぞ。オーケー。あ、普通に来るだけなんだ。じゃあ大丈夫だね。いくよ。1、2の、ピン、あれいけたからよし。はい。水道管に水を通すにはハンドルくるくるくるっと回転させること。くるくるくるっと回転、あーわかりました、わかりました。そういうことですかね。スピンジャンプで、こうだ。そうすると、蓋が開くんだ。はい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 。で、さっきみたいに落ちてくる可能性あんな。はい。あ、大丈夫だった。てか、トゲゾウ多い、トゲゾウ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 多くねえか。え、でもさ、もう一回スピンするしかなくない？何回かやれば出るかな。いや、そういうわけじゃない。あ、なんだこっち。あー。これあれだね。こうして、4。3。あ、これあれだ。わかった。何するかわかった。こうすると、そう、正しい順番でやらないとダメなやつだ。なるほどね。ちょっと一回失敗見せたかったな。キプレイの勘でやっちゃったじゃん。キプレイの勘で全てやっちゃったじゃんか。なんで水道管を越えて直さないといけないかですね。あとは。目的が気になるのは。なぜこんな水道管を放置してたり、なんでこんなことになってんのかですよね。まあ理由は後にわかるんじゃなかったかな。ハンマーいける？ 1、2、の、せーの、アイソン、オッケー気持ちいいなー。いや、これね、前作に比べてマジでダメージ出るね。来るよ。来るよ。はい、終わり。さあ、ここを叩くと、向こうが開くと。こっちも開くと。あー、来た来た。ほら。おー、助かったぜ、助かったぜ。ほらね。本体の豆バーです、これ。なんで豆バーいんの？あれって。俺なんで豆バーいんの？みたいになっちゃうよね。その人たちはもしら、キノコのマリオブラジアーズでは？なぜにマリオブラジアーズがこんなのおるんじゃ。いやいやいや、あなたに直させてもらったんですよって。なし？わしがマリオだなんてここに落とした？水道管直せと言ったんじゃと？うんうん。はて、わしらはあげられるようたちに襲われ、ずっとここに閉じ込めてましたぞえ？そういうことです。だから、GBA 版では確か、あの落とし穴に落ちたあの瞬間にゲヘヘヘって笑ってたんすよ。だから一瞬で誰かって分かったんですけどね。
そう、今笑ったわ。愚かなマリオブラザーズめ。あたしの罠にまんまと引っかかりおったわい。水道管を直すと、スタンビーズのガードステム消える仕掛けなのだ。ゲラムーン様、早く、そのスタンビーズを取ってここからずらがるるるるる。ゲッついに、ついに、スタンビーズとピーチーベルコイが揃ったわい。あらゆる願いを叶えるという不思議な豆。それがスタンビーンズ。スタンビーンズのその不思議な力が悪しき心の者の手に渡らぬよう、我々はこの城の中で守り続けてきたのじゃ。ゲラゲモの目的はスタンビーンズに違いないわ。おお、マリオブラジャーズ殿、はよう、スタンビーンズの元へ。スタンビーンズだけあいつの手に渡してはならん。はよう、はよう、もたもたせんと。こう考えるとさ、マメバーのさ、ゲラゲモーナのマメバーの真似って結構うまかったんだな。え、なにこれ？は？え、それは何？カセットテープって何？メニューの BGM って何？え、どこ？急にびっくり、あ、これか。へえ、サウンドセレクトみたいなのあったんだ。へえ。めっちゃ懐かしいやつじゃん、これ。これ GBA の音源じゃん。へえ。さあ、この長い階段を上がって、地下道から、スタンビーズの元へ行きます。スタンビーズない！あ、遅かった、スタンビーズが。スタンビーズとピーチ姫の声、すでに私の手の中じゃ。ピーチ姫の声でスタンビーズを目指しさせれば、この世界はケガケモーザモモになれるるるる。そういえば、お前たちはまだ、この国の豆の女王に挨拶してないそうじゃないか。それはちょっと失礼と言わんぞ。なあ、マメラ女王。ああ、やばいや、待って待って、やばい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 。GBA よりやばくなったな、お前。ま、茶でも飲みながら外交問題の話し合うがいいぞ。いやいやいや、マメラ女王さん、偉いことなってます。もう完全ゴリラ。もう完全にゴリラになって、 GBA より怖いんだけど。GBA より圧がすごいな。で、こいつの特徴としましては、近づけてはいけないです。一歩ずつ近づいてくるっていう習性を持ちまして、最終的に一番こっちの手前まで近づいてしまうと、回避困難な技が出てくるんですよね。正直回避困難です。なので、一歩ずつ下げながら、かつダメージを与えていく。で、どこにダメージを与えるのって話なんですけど、ここを与えるとダメです。これ、冠は、トゲ判定です。で、できればね、右腕、左腕を攻撃して、まずは火力を落とします。じゃあ行きましょう。言うようになれろってやつですね。スパイクブルース、これでいける。いくよ！はい。1、あ、2と、せーの、あ、よいしょ！手に与えても意味はない、ただ。で、一歩ずつ近づいてくるんですね。で、片腕になるとこの衝撃が弱くなる。片腕になると衝撃波がこうやって弱くなるんで、ちょっと見分けづらかったな。で、近づいてきたじゃないですか。この時は、何でもいいです。下げます。あ、え、効く？あれ？ハンマー攻撃が効くようになってる。ハンマー攻撃今まで効かなかったんですよ。ハンマー攻撃は今まで効かなかったんですよ。効くようになってんね。へぇー。ちょっと意外だわ。で、基本的な攻撃方法としては、まあ普通にまずは基本的にやりますね。この手を壊す。手の力を落として、そうすると冠が落ちます。来る。はい。こうなると冠が落ちるんで、ここでジャンプ攻撃が通るようになります。はい、行きましょう。行くよ。A、B、B、A。こういう感じ。早っ！もう？行くよ！ 1、2、3、
さんスタのハンヤソー。嘘はスーパーしやがった。イージーモードでもなんでもないんだけど。HP は据え置きなのか、大豆ラジオ。ギギララムシを飲まされてこのような姿に。このままではこの国終わりぞえ。何としてもジョー様を元に戻さねば。なんじゃ、マリオブラジャーズが何とかするじゃと。これびっくりしたわい。それ無理だわさ。早いな。飲み込んだゲゲララ虫は人事を尽くしても吐き出せるぞ。ただそうだ、一つだけ、ゲラゴーリュモリチ深くにあるという現実のゲラギラ。そうだ、ゲラリコンティを飲ませればゲラゲラ虫を吐き出せるかも。ゲラゴーリュモリチ行くと、ゲラリコンティを見つけてくれると。おお、そこまで大口叩くなら、お願いしてみようかの。この豆エリアブルで、ルイージツンツン。城から南西の方にシャドウゲラゴーリュに行きなさい。ゲラゴーリュ森深くにあるというゲレネコンティが手に入れば、女王さん復活させられようぞ。豆エリアブローチ。これで先に進めますね。おい、ルイージ行くよ。さあ、次の目的はこのね、魔物化した甘みな女王をね、元に戻すために、シャドウゲラゴーリュに行きます。ゲラゴーニの方に向かいましょうか。あ、何？はい。豆バーからこれを持っていくということです。ビーンバッジを手に入れた。今もバッジというものです。装備すればバトルの時に少しが強くなります。今更やな。あれ確かにそう。GBA 版ではそう。なんやけど、もともと結構手に入れてたぞ。バッジによって効果はいろいろ違いますが、とりあえずバッジを手に入れたら必ず装備してみることです。早速装備してみましょう。いや、もう、装備してるんだって。まあ、わかった。うん、もうすでにね、してるんだ。GBA 版では合ってるんだけど、デラックス版ではすでにバッチ手に入ってんだ。これまでに。ほら、豆ピオバッチ入ってる。で、装備するね。はい。装備したいバッチをやります。ビーンバッチ。攻撃下がってるよ。攻撃下がってる。下がらせてるやねえか、人に。なんで下がらせる。あはははははは。おーい。あ、ルイザのバッチはお店で自分で買ってください。あはははは。おい、不憫だな。不憫だな、ルイージちょっと。あー、待って、あるっす。あるっす。せっかくなんでね。はい。で、これ、アミーボタッチ、ここでもできるんだ。はい。紛れもなく本物っす。これ、ここにスタンプしてもらっていいっすか？アミーボを下画面タッチしてください。あ、なるほどね。クッパクッパやで、ね、どう見てもこれやと。へぇ、そういうのあるんだ。これが伝説の歓迎感動っす。あー、こうバッチもらえるんだ。へー。あ、これね、そうだね、気になるな。絶対違うものが手に入るよな、クリボーテレサ。まだ買ってねえや。